ここで伊藤選手が転倒。2位エマ選手、3位伊藤選手、その差が若干開いてしまいました。時計は36分30秒になろうというところ。現在トップは福田選手、2位エマ選手、3位伊藤選手、2位と3位が同一周回、そして4位田中選手、5位浜口選手、4位と5位も同一周回、そして6位に古川選手、7位東選手、広坂選手、吉岡選手、北出選手のオーダー。いよいよ時計は37分経過して残り時間3分を切っています。スタートからゴールまでの激しいバトルが続いています。10分の1ツーリングの全日本選手権、2位争いに決着はつくんでしょうか。現在2位はエマ選手、3位伊藤選手、バックストレートエンド、トップの福田選手は現在試験からバックストレート、2位との差が約2周。トップの福田選手は独走状態、ベストラップ19秒台をマークしてまさに横綱相撲を展開しています。残り時間1分30秒となりました。2位争いエマ選手伊藤選手はまだ続きます。その差が 0.6 秒。終わりのないように見えていたこの平成15年度10分の1 GP ツーリングオープンクラス全日本のバトルもいよいよ残すところあと1分39分を経過しました。レースリーダー福田選手2周差で2位と3位、エマ選手と伊藤選手、1周差で4位には田中選手、39分30秒を経過、残り30秒。エマ選手伊藤選手の2位争い、39分40秒、ラストラップかそれとももう1周か、時計は残り時間10秒。ここで時計は40分、4番3番8番2番ゴール、ゼッケン1番福田選手見事初代10分の1ツーリングオープンクラスをチャンピオンとなりました。全社ゴールイン、優勝はゼッケン1番関東代表福田圭介選手です。2位はゼッケン4番エマ選手、3位にゼッケン3番伊藤選手、その差が 0.6 秒、大接戦となりました。グランドファイナルのリザルトです。1位福田選手116周40分11秒05、2位エマ選手114周40分1秒38、3位伊藤選手114周40分1秒95、広坂選手は序盤のマシントラブルで8位に終わっています。2位ということでおめでとうございます。ありがとうございます。まあ、予選から調子良さそうだったんですけど、その辺はどうだったんですか。そうですね、車はもうほとんどいじってなくって、路面が上がった時にタイムがどんどん上がって、いい感じにタイムが出たんで良かったと思います。そして今回新しい車ということなんですけれども、よく走りますかやっぱり。そうですね、まあ、原くんが全米で優勝したというのもあるんですけど、
まあ、原くんと一緒にセッティングとかこっちに来てからやったんで、まあ、そういうところで、まあ、車セッティング決まったっていう感じですかね。そして決勝、あのバトルずっと20分近くですかね、もう給油のタイミングをずっと一緒でしたね。あの時はどうでしたか？そうですね、まあでもエンジンに関してもずっと予選を通して安定してたんで、もう止まらないっていうのも分かってたんで、あとはピット作業も確実にやってくれたんで、ああいう結果になったと思います。それでは最後 あの喜びの気持ちと、あとお世話になった方々に何か一言お願いします。そうですね、エンジン調整してくれた五十嵐さんとか、ピットやってくれた藤原くんとか、もうみんなに感謝です。あのこれからのレースに向けて何かありますか？来年に向けてというか。そうですね、エンジンカーやっぱチームワークですごい、なんていうんですかね、一体感があるんで、まあこれからももっともっと続けていきたいと思います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちを一言でお願いします。まあ、81とかは2位ばっかりとかでチャンピオン取れなかったんで、まあ、今回初めてチャンピオン取れてすごい本当に嬉しいです。あの決勝の走りだったんですけど、あれはやっぱり先ほど言われてたような走りでうまくいったということなんですかね？そうですね、スタートでちょっと絡んで4番になっちゃったんですけど、まあ、それでも落ち着いて自分のレースができたんで、それでまあこの結果だからもう本当に満足で良かったです。あの今回まあいろんな方々に お世話になったと思うんですけど、そういう人たちに何か一言メッセージお願いします。いやもう本当お世話になりっぱなしで、もう本当に返すことができなくて、今回そう結果でちゃんと残せたんで、本当にもうありがとうございますの一言で、これからもよろしくお願いしますっていう感じですね。まあ、これから来年のレースとかに向けての抱負みたいなのを一言最後お願いします。来年、まあ、もっともっと上手になれるように、もっといろんなチャンピオンになれるように頑張りたいですね。ありがとうございます。